ザッツオ、ダイバエンターテイメント。ザッツオ、ダイバエンターテイメント。ザッツオ、ダイバエンターテイメントは、フジテレビ系列で1997年3月31日から、同年4月6日までの7日間にわたって、ゴールデンタイムプライムタイム、ST で生放送された特別番組。1997年3月10日にフジテレビが、 本社を開局以来38年間拠点にしてきた新宿区川田町から港区台場へ移転、かつ FNS28 局ネットが完成したのに伴い、川田町本社から放送してきた番組を7日間、各ジャンルテーマに分けて一挙に紹介する特別番組を生放送。富士テレビの開局から移転までの約38年間の名物番組を振り返ると、共に、 新しい歴史の幕開けにふさわしい番組となった。各回とも、タイトルは、の38年、にはジャンルが入るで、それぞれサブタイトルがついていた。97夜のヒットスタジオから、へぇ、へぇ、へぇ、まで、富士テレビの看板化番組だった、夜のヒットスタジオをベースに、新旧人気歌手の共演のほか、夜ヒットをはじめ、現在も続く、潮のぎミュージックフェアから、 当時の人気番組、ヘイ、HY、ヘイ、ミュージックチャンプまで各種化番組を紹介した。ロサンゼルス、V4 スタジオ、大阪から生中継。新社屋 V4 スタジオとロサンゼルスの衛生生中継を結んで放送。V4 スタジオは、川田町級本社の第6スタジオで放送したものと同じセットを再現。ロサンゼルスからは、 松田聖子や中森秋なら大物女性アドルが登場。お台場からは、アムロナミエやシャランキューラが最新曲を熱唱。キンキキッズも大阪からの中継で登場した。夜ヒットの膨大な VTR のほかかつて富士テレビで放送した音楽番組も一挙紹介された。オープニング映像は、デラックス時代、1985年から1989年。 のものが使用された。また、夜ヒットのメインセットを使って放送した特番は、これが最後となった。かつて、サンマ、中井は、夜ヒットの一夜復活スペシャル、つゆきは、FNS 歌謡祭の司会を務めていた。ダウンタウンの今夜は150分アニメでモミー日本初の30分テレビアニメシリーズ、鉄腕アトムに始まり、現在でも続く、サザエさん。 チビマルコちゃんや、マジンガーゼット、科学忍者隊、ガッチャマンシリーズ、タイムボカンシリーズ、ドカベン、世界名作劇場などのフジテレビで放送された人気アニメを一挙に紹介。アニメデモミー賞と題し、いくつかの部門、ドッキリ賞、キャラクターが、いたずらなどで脅かす、ニヒル賞、何和賞、関西人のキャラクター、ラブラブ賞などに、 ノミネートされたアニメのシーンの中からダウンタウンが受賞作品を決めていった。よくある感動的なシーンを集めたものではなく、アニメでしかありえないシーンや面白おかしいシーンばかりを集めて放送した。フジテレビでは上記のような有名なアニメがたくさんあるのだがなぜかマイナーな作品ばかりノミネートされていた。その中でもサスライの太陽は四つもの部門にノミネートされていた。 時間が押したため放送されなかった部門もあった。また、ダウンタウンのゴッツええ、漢字内で放送されたダウンタウン物語というダウンタウン結成エピソードを、ゲゲゲのキタロウ、北斗の県制作チーム、東映アニメーションがアニメの境間に合わせてアニメ化するコーナー、様々な社長にアニメの主人公を描いてもらうコーナーがあった。東京ラブストーリー 101回目のプロポーズなど大ヒット作を生み、現在も続く、フジテレビドラマ枠の金字塔月9の名作や、北の国から古畑任三郎などといった名作、ヒット作を振り返った。木村が警備委員に扮して、相互高見、相互警備の名で登場し、田村正和のモノマネを当日ゲスト出演していた田村本人の前で披露したり、田中邦へのモノマネをする。 小坂井和樹と即興でことを繰り広げた小坂井は北の国から出た中が演じている黒板五郎の格好をしていた。なお、田村は1997年4月期の飛球、新ドラマ、総理と呼ばないで主演のため、その番宣を兼ねて出演した。この日の目玉企画としてスマップミニドラマが予定されていたが、プロデュースを担当した塩沢浩二、フジテレビプロデューサー、 当時が不祥事を起こしたため企画中止となった。火曜ワイドスペシャルで放送された人気作品などを中心に38年を解雇する他、フジテレビ人気番組に関するクイズなどのコーナーもあった。放送当日、東京では雨が降っていたが、オープニングでは雨の中、新社屋を前にチアリーダーがスマップのシェイクに乗せて踊りを披露した。 西川清が亡き相方の横山康氏に紛争した太平三郎と組んで懐かしの康樹を漫才を披露した。内々の歌う新社屋、富士テレビで放送されたドラマアニメ、時代劇などの主題歌を特集。疑問のコーナーではドリフ大爆笑のドリフはなぜ年を取らないの疑問に対し加藤茶らが説明。さらに同番組のオープニングエンディングに登場する。 スクールメイツメンバー2から3人子供連れで出演、撮影当時を振り返った。ゼニ銭形平次、大川橋蔵主演版の主題歌、銭形平次を歌った、船木和夫が主人公を銭形平次に紛争して熱唱。また、おにゃんこクラブ元メンバーのインタビュー中に、トンネルズが乱入するハプニングがあった、トンネルズはかつて、夕焼けにゃんにゃんの司会を務めていた。 アニメソングコーナーでは、出演者がメドレー形式で歌ったが、明日のジョーのみ、本家版の美藤伊佐オが登場して歌った。俺たち氷金属、金ン,ン。トンネルズの皆さんのおかげです。ダウンタウンのごっつええ、漢字などといった、フジテレビのお家芸とも言える、お笑い、番組を一挙紹介。萩本がゲストで登場し、金ン,ン。良い子悪い子普通の子の、 ホームコントを再現。また半年前に開始し2018年3月まで21年半、続く土曜夜8時枠の人気番組、めちゃにイけてる。のメンバー、インティナイン、ヨイコ、極楽トンボ、三浦康子他もゲストで登場した。特番の特番スペシャル、FNS スーパースペシャル1億人のテレビ夢レッド、FNS27 時間テレビ、インゴ毎年継続や、 新春格志芸大会など、富士テレビの年間恒例特別番組の三十八年を解雇した。オープニングは、タモリ、久本が、館船からの中継で登場。スクールメイツに出迎えられ登場した後本来は、この場所にオーケストラによる歓迎の音楽演奏を行う予定だったが、当日雨が降ったために、スタジオで行われた。放送期間中、第四夜、 第7夜と2度も屋外中継が雨の影響を受ける結果となった。富士テレビ開局初日、1959年3月1日に放送された開局記念番組の映像も放送。また、タモリがスクールメイツと共に踊る映像や、かつての持ち芸である4カ国ゴマージャンを披露するレアな映像を紹介された。7日間の締めとして、 フジテレビ新社屋がロボットに変形し、花火が打ち上がる CG アニメ演出があった。最終日では、第1夜第7夜を見ていないとわからない視聴者、三角イズを出題し、7問全問正解した人から1名に、世界一周旅行をプレゼントした。FNS27 時間テレビ名場面集ではこの日に、出演したアナウンサーを紹介した。なお、 FNS27 時間テレビ開始以前に入社した山中秀樹、川端健二も出演しており、27時間テレビ以前は朝の看板ワイドショー番組小川博司ショーで新人アナウンサーの紹介をしたことを語った。本番組ではスタッフを制作委員会方式とし、ザッツを大場エンターテイメント、制作委員会と銘打った。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。